はい、こんにちは、ヒコサイモンです。久しぶりです。今日はね、ちょっと久しぶりの、キャッチアップのブログしたいと思いますんで、見てください。はい、こんにちは。そうですね、なんかすみません、最近、久しぶりになって、逆にですね、もう最近、あまり家の中でね、もう赤ちゃんでいろいろ忙して、なかなかなんかゆっくりこういうブログ作る時間がないんだけど、でも、逆にそのきっかけで最近、例えば家の帰りで、写真を撮ったりして、これとてもなんか楽しくて、なんかフリッカーのアカウントがあって、まあよくそこにそこそこアップして投稿して楽しいし、あとなんか昼間には英語でブログ書いてて、もっと日本語書くようにしようと思ってるんだけど、Twitter とかそういうことをなんかもう電車でもしやすいこととかなんか最近ちょっと楽しんでるんだけど、もしよかったらそれチェックして、そしてなんかつい最近ですね、一番最近の動画は、2 and a half years という、新しいやつで、で、これから、基本はビクターと、2週間に1回ぐらい、なんかそのような、ちょっと、小話のなんか、動画作りたいと思うんだけど、でも他の人ともね、そういう形で、スカイプ、チャッティングしながら、動画とか作って面白いネタとか紹介できればいいなと思いますし、あと最近なんかおすすめチャンネル、があって、なんかその、超親父のやつはすごい適当に作ってる、やつなんだけど、BC ポッドキャストってやつが、二人の人本当計画的にもう日本のニュースとか英語で、ちょっと話をして紹介して、非常になんか完成度が高いし、なんか毎回30回ぐらいしか再生がなくて、すごいもったいない。いいチャンネルだと思うし、なんか自分のなんか新しいプロジェクトにもインスパイアされてるんで、もうぜひ、皆さんちょっとチェックして、日本に本当に興味があったら、特に英語でニュース聞くの興味があったら見てください。あとなんか最近新しいパートナーもたくさんいるんだけどね、ついていけないんだけど、Find Me and Krume とか、日本ジェンとか、ファビータパンクとか、もうたくさん、もう、てか行ったらね、いろいろ覗いちゃうから、そこまでにするけど、やっぱりね、僕は最近なんか、ちゃんとしてなくても、頑張ってる人たくさんいるんで、もう本当それも素晴らしいと思いますって。あとですね、最近のビッグニュースはですね、僕はいつもなんか、しつこく言ってる、Creative Commons、が YouTube に来て、もう最近なんか、気づいたか知らないけど、動画には、投稿するときには、一応一般の許諾か、Creative Commons ライセンス、選択できるようになって、でそれが内容すべて自分が作ったものだと、例えば音楽とか何もつけてなくて、そこで人が、YouTube の編集ツールを通じて、リミックスができるように、いろんなその動画での違う使い方ができると。これ非常にいろんな可能性があって、自分でもちょっと遊んでみたいと思います。これからの動画で。皆さんでなんかって、これはやっぱり、著作権違反せずに、マッドのような、マッシュアップの動画とか、いろいろとこれから楽しく作れるように、もうみんなやっぱね、気にしない動画とかちょっとこれに貢献してライセンスをクリエイティブコムスに変えたら非常になんかいろんな可能性出ると思いますんで、ちょっとそれ検討、ぜひ検討してて、僕は今度からなんかもうその使い方のブログとビデオブログでもなんかしようと思ってるんで、チェックしてください。であと、自分とても元気でも本当息子可愛くて全ての優先になるんでね、どんどん成長して、もうちょっと大きくな、いつの間にかまた動画紹介するかもしれないけど、でも僕は、元気で、これからもう大変な夏になると思うんだけど、でも、東京は相変わらずね、やっぱみんな元気で、しょうがないこともしょうがなくてみんな頑張ってるんで。はい、ということで、今日短かったんだけど、これからもね、なんか本当もうちょっと定期的にこういう動画作って、で、ぜひ皆さんとね、なんか動画、楽しみたいと思いますんで。あと一つ、ビクターがね、6月25日、東京来るんで、その土曜日の夜。で基本的に僕はなんか、場所を取り担当になってるんだけど、まだ決まってない。もし知りたかったら僕の Twitter が一番いいんですよ。Twitter.com/HikoSimon。この YouTube と同じユーザー名で。で、僕はそこに情報を投稿するんだけど、その直前にこの動画も作るんで、もしなんか、飲んで話して遊びたかったら、六本木あたりの多分ハブのような立ち飲みできるようなパブで、いろんなもう YouTube 多分集めると思いますんで、一応土曜日25日、ちょっと、保留して、これから情報も流しますんで。はい。ということで、また、はい。近いうちにまた作ります。はい、ピース。